ヤニス・アデト・クンボは、ギリシャのプロバスケットボール選手。NBA のミルウォーキーバックスに所属している。ポジションは、パワーフォワード。愛称は、ギリシャの怪物を意味する、ザグリーク・フリーク。2016から17シーズンに5つの、主要スター。これまでに2年連続オールスター投票1位を含む5年連続、NBA オールスターゲーム選出、2017年に、 NBA 再生長選手賞を受賞している。また2020年には NBA 史上3人目となる同一シーズンに MVP と最優秀守備選手賞を受賞している。17歳でギリシャ国内2部リーグでプロデビュー。2013から2014シーズンからリーガアッコブのバスケットサラゴサ2002への移籍が内定していたが NBA のスカウト陣から注目されたことで 急遽2013年の NBA ドラフトにエントリーを表明。2014年11月のアデトクンボドラフトで一巡目15位でミルウォーキーバックスに指名され入団した。2013から2014シーズンにオールルーキーチームのセカンドチームに選出された。2015から16シーズン、2015年11月19日のクリーブランドキャバリアーズ戦では自己最高で両チームでも 最多の33得点を記録し、マッチアップを組んだレブロン・ジェームズからも絶賛され、2015年12月13日のゴールデン・ステート・ウォリアーズ戦では11得点12、リバウンド10アシストのトリプルダブルを記録し、チームも108から95で勝利。ウォリアーズの記録的な連勝を24で止めた、試合において活躍を見せた。2016年3月より、 ヘッドコーチジェイソン・キットにより、ポイントガードとして起用され、それ以来トリプルダブルに近い成績を記録している。2016年のアデト・クンボ2016から17、シーズン開幕前の2016年9月、バックスと2021年までの4年1億ドルで、契約延長した。11月29日のクリーブランド・キャバリアーズ戦では、自己最多タイの34得点に12アシストを、 記録し、前シーズンチャンピオンのキャバリアーズに118から101での勝利に導いた。12月23日のワシントンウィザーズ戦では、自己最高の39得点を記録した。さらに2017年1月4日のニューヨークニックス戦では、103から104で迎えた第4クォーター残り数秒の場面から、逆転のブザービーターショットを決め、逆転勝利に導く。 当シーズンの活躍もあり、1月19日には NBA オールスターゲームにファン投票で先発選手に選出され、バックスの選手としては2004年大会のマイケルレッド以来のオールスターゲーム出場、さらにファン投票での選出は2002年大会のレイアレニ以来の快挙を達成した。さらに主要5項目のスタッツ全てでチームリーダーを記録し、 リーグトップ20に入るという史上初の快挙も成し遂げ、攻守でチームのようとなり大きく飛躍した1年となった。ワシントンウィザーズ戦にてダンクをするアデトクンボ2017から18シーズントレーニングキャンプ中に父親が心臓発作で他界するという悲劇を遭遇するも、同月21日のポートランドトレールブレイザーズ戦では、 自身初の40点超えとなる44得点を記録した。2018年2月18日にロサンゼルスのステープルズセンターで行われる NBA オールスターゲームに先発出場することが発表された。バックスの選手が2年連続でオールスターに先発するのは1979年と1980年のマーカス・ジョンソン以来のこととなる。 2018年1月26日に行われたブルックリンネッツ戦で41得点13リバウンドを記録試合はバックスが116から91で勝利した2018年2月15日に行われたデンバーナゲッツ戦で今季初のトリプルダブルとなる36得点11リバウンド13アシストを記録勝利は134から123でナゲッツに 破れた。また、このトリプルダブルによりヤニスは、キャリア通算で9回目のトリプルダブルとなりカリーム、アブドゥルジャワーのチーム最多トリプルダブル記録を更新した。2月24日に行われた、トロントラプターズ戦で26得点、12リバウンドのダブルダブルを記録。試合はバックスがオーバータイムの末122から119で勝利した。3月4日に行われた、 フィラデルフィアセブンティー・シクサーズ戦で35得点、9リバウンド、7アシストを記録、試合はバックスが118から110で勝利した。3月14日に行われた、オーランド・マジック戦で38得点、10リバウンド、7アシスト、3スティールを記録、試合はマジックに126から117で敗れた。三月十七日に行われた、アトランタ・ホークス戦で十三得点、 12、リバウンドを記録。試合はバックスが122から117で勝利した。3月19日に行われた、クリーブランドキャバリアーズ戦で37得点。11、リバウンドを記録。試合はキャバリアーズに124から117で、敗れた。プレーオフ1回戦、タイボストンセルティックスの初戦で35得点。十三リバウンド、七アシストを記録。試合は、 オーバータイムの末、113から107で敗れた。第2戦目では30得点、9リバウンド、8アシストを記録したが、試合は120から106で敗れた。第6戦で31得点、14リバウンドを記録、試合は97から86で勝利しシリーズの決着は、最終第7戦に持ち込まれることになった。第7戦で22得点。 9リバウンドを記録、試合は112から96で破れバックスは3勝4敗で1回戦敗退となった。2018から19シーズン、2018年10月24日、ヤニスはフィラデルフィアセブンティーシクサーズとの試合に123から108で勝利し、32得点18、リバウンド10アシストを記録した。そして、 バックスにとって2001から02シーズン以来となる、シーズン最初の4試合で4連勝を成し遂げるのに貢献した。また、シーズン最初の4試合で、11月4日、彼は、サクラメントキングス戦で144から109で、勝利し、26得点15リバウンド11アシストで、今シーズン2度目のトリプルダブルを記録した。 11月19日から25日までの全4試合で11月23日にフェニックス・サンズに対してシーズンハイの35得点を含め少なくとも29得点以上を記録した彼は10月と11月のイースタンカンファレンス月間最優秀選手に選ばれた12月14日バックスはクリーブランド・キャバリアーズに114から102で勝利しヤニスは キャリアハイとなる44得点を挙げた。12月29日、彼はブルックリンネッツ戦で31得点10リバウンド、10アシストで今シーズン3度目のトリプルダブルを記録し、その後、彼は12月のカンファレンス月間最優秀選手に選ばれた。ヤニスは2018年のユーロスカー・ユーローピアン、プレイヤー・オブ・ザ・イヤーに選ばれ、1987年のニック・ガリス以来となる。 この賞を受賞したギリシャで2番目の選手となった。2019年1月5日、ヤニスはトロントラプターズとの試合で123から116で敗れたが、43得点18リバウンドを上げた。1月9日、彼はヒューストンロケッツ戦で27得点を記録し、シーズンハイとなる21リバウンドを上げ、チームも116から109で勝利した。 1>, 1月15日、彼はマイアミヒートに124から86で勝利し、12得点、10リバウンド、10アシストで、今シーズン4回目のトリプルダブルを獲得した。2月4日、彼は6回目の週間最優秀選手に選ばれた。2月6日、彼はワシントンウィザーズに対する148から129の勝利で43得点を記録した。二月十三日、彼は インディアナペーサーズ戦で106から97で勝利し、33得点19、リバウンド11アシストを記録し、今シーズン5度目のトリプルダブルを記録した。この試合で、彼は今シーズン中13回目となる25得点15、リバウンド5アシストを挙げ、1976から77シーズンに、シャキーロ・オニールが成し遂げた記録を更新した。オールスターゲームでは、 カイリー・アーピング、カワイ・レナードラを抑えて最多得票を獲得し、カンファレンスのキャプテンとなった。彼は2月のカンファレンス月間最優秀選手に選ばれた。3月2日、彼はユタチャズに115から111で敗北したが、43得点14、リバウンドを記録した。3月17日、彼はフィラデルフィア・セブンティー・シクサーズに130から125で敗れたが、 キャリアハイとなる52得点16リバウンドを上げた。4月4日、彼はセブンティーシクサーズ戦に128から122で勝利し、45得点13リバウンドを記録し、バックスがカンファレンスで第一シードを獲得するのに貢献した。プレーオフ第1回戦、デトロイトピストンズとの第4戦目に127から104で勝利し、彼は41得点を記録し、 2001年以来、初めてのプレーオフ第2回戦進出に貢献し、彼は、カリーム・アブドゥル・ジャバー、テリー・カミングス、レイ・アレン、マイケル・レッドバックスに続き、ミルウォーキー・バックスの選手として、プレーオフで40得点を記録した、史上5人目であった。ボストン・セルティックスとの第2回戦、第4戦で、彼は39得点16リバウンドを記録し、 バックスが113から101で勝利するのに貢献し、3から1でリードを奪った。その後、バックスはカンファレンス決勝に進出した。カンファレンス決勝では、カワイ・レナード率いるトロントラプターズと対戦し、最初の2試合で勝利したが、続く4試合でラプターズに4連敗し、4から2で敗退した。6月24日、2019年の NBA。 アウォーズで MVP に選出された。彼は、カリーム・アブドゥル・ジャバー以来 MVP を獲得した2番目のバックス選手となり、デリック・ローズ、レブロン・ジェームズに続き、過去40シーズンで MVP を獲得した3番目に、若い選手で、アメリカ以外の出身で MVP を受賞した、史上5人目の選手であった。さらに、ミップも過去に受賞したため、ミップと、 シーズン MVP の両方を受賞した、史上初の選手となった。2019から20シーズン、レギュラーシーズンは、カンファレンス1位で終え、プレーオフのカンファレンス準決勝では、第4戦で右足首を負傷して、途中退場し、2日後の、第5戦ではコートに立てず、マイアミヒートに敗れて、シーズン終了となった。オフに2年連続となる MVP と最優秀守備選手賞のド。2020から21シーズン開幕直前の12月15日に、バックスと5年2億2800万ドルのスーパーマックス契約を結び契約延長した。5年連続オールスターゲームにスターターで選出され、ヤニスはチームレブロンのチームでプレーし、フィールドゴールを16本中16本すべて沈めて35得点を記録。 自身初のオールスターゲーム MVP を受賞した。または、マイケル・ジョーダンとケビン・ガーネットに次ぐ、通算キャリアで、シーズン MVP、オールスターゲーム MVP、最優秀守備選手賞を受賞した、NBA 史上3人目となった。2014年フィバワールドカップに、ギリシャ代表として出場した。ヤニスはリーグで、屈指のスラッシャータイプの選手であり、豪快なダンクを繰り出すほか、 長い手足を活用したユーロステップを得意としている。また、長身選手ながらクイックネスに優れ、ハンドリングスキルも兼ね備えていることから、ポイントフォワードもできるオールラウンダーである。インサイドでは、格子ともに無類の強さを誇るが、3ポイントシュートやフリースローの精度は平均以下であり、試合終盤の競った場面でボールを任せづらい、傾向にある。長身に加えて、 ウィングスパンが広く、そのリーチの長さは、ディフェンスやリバウンドなどで、効力が発揮される。ヤニスは5つのポジション全てをガードできるエリートディフェンダーであり、主にペイントへの攻撃を阻止する、いわゆるフリーセーフティを得意としている。ありがとうございます。